砂巻き装置とは、粘着式鉄道の鉄道車両において、上り勾配や落ち葉等により駆動輪が空転して牽引力を失うのを防ぐため、砂を車輪トレールの間に介在させることによって、両者間の摩擦力を増加させる装置である。この装置の改良系である、セラミック構造粘着剤として使用する場合には、セラミック噴射装置と呼ばれる、砂箱と砂巻き装置、 車体下部の砂箱から車輪の手前にパイプが伸びている。鉄道の創始以来、現代に至るまで使用されている装置で蒸気機関車をはじめとして、少数の同軸に大出力を与える機関車には、大抵装備されている。動力分散式の電車や、機動車は同軸一軸あたりの出力は、さほど大きくないため、装備される例は少ないが、急行バイク間を、 少数の動力車で通過するなど運転される線区の条件によってはこれを装備しているものがある。装置自体は極めて単純で蒸気機関車のボイラーや乱暴ド上の交渉もしくは台車や車体に設けた砂箱に乾燥させた砂を入れパイプによって道輪付近のレール上に重力によって落下させる仕組みである。砂巻き装置の操作は運転台に設けられた砂巻きコックを操作するか 砂巻きペダルを踏むことによって行うものが多い。インドなどでは、機関車の最前部に砂の入った箱を持った係員が乗り、必要に応じて手で砂を巻くという方法も見られる。近鉄線2 5 2軽電車の台車に装備された、増粘着剤噴射装置セラミック噴射装置とは、砂巻き装置の改良型である。鉄道事業者によっては、増粘着剤噴射装置や、ミュージェットとも称す。 改良点としては、粘着剤に天然さよりも増粘着効果が大きいセラミック粒子を採用し、粘着効果を大幅に向上。噴射に空気圧を利用し、秒速100メートルの高速でかつ、レール面上の幅25から30ミリメートルにのみ、正確に噴射することによって、高速走行中の走行風の影響を排除。以上の改良によって、 従来の機関車の砂巻きと比べて1、30の使用量を、1、20の材料費で同等以上の増粘着効果を発揮し、信頼性は従来の砂巻以上、増粘着剤の補給サイクルは3ヶ月程度と、ロングライフ化を実現している。また、従来の砂巻きの場合レールや車輪を傷つけてしまい、車輪添削やレールを研磨する頻度が上がってしまうが、 セラミックであれば軽減されると言われている。緊急性同時の滑走対策用に、新幹線車両としては500系で、初めて採用され非常ブレーキ距離を1000メートル前後、短縮。その効果が認められ700系にも搭載されたほか、在来線や私鉄の車両にも順次装備が行われている。新幹線車両では、以下の車両に装着されている。 大手施設でも東部5万系や京阪3000系の両先頭車にセラジェットが設置されている。特に京阪はアルミナが主流の関西施設では唯一のセラジェット採用事業者でもある。入学試験に滑らないようにと受験シーズン前に鉄道各社が受験生に滑り止めの砂として袋詰め等にして配布または販売することがある。しかし2017年に 砂の中から発岩性物質である結晶性シリカが検出されたことを受け、受験生に対する配慮から配布や販売を取りやめる例が増えている。なお、労働安全衛生総合研究所によると、結晶性シリカは自然界に存在するものであり、お守り程度の微量であれば健康への影響はないとしている。ありがとうございます。